はい、まずはじめに、JJ とシフトビンディングついてる板とブーツの組み合わせについて話していきたいと思います。僕の場合は今 JJ のウルトラライトにこのシフトビンディングついてます。で、使用してるブーツが、サロモンのシフトブーツ、まあ、この組み合わせになってます。で、この組み合わせの特徴としてはシフトがついてる以上、上り以上にやっぱ滑りも大切にしたいと思ってるので、しっかり滑るときはコバで抑えて、ヒールはステップインのできるこのビンディングを使用してます。滑れるビンディングではありますが、通常のアルペンビンディングに比べれば軽量であって少し剛性も低い。そのためこのウォークモードを搭載されてるブーツと履くことによって、まあ、一部が硬かったり一部が弱かったりするとすごい不安定なんですけど、うまいバランスで打ち消し合って快適に滑ることができます。で、この組み合わせとしてはやっぱり上りも楽に上りたいし、そしてよりしっかり滑りたいっていう、そういうスキーヤーに本当に向いてるセッティングだと思うので、まあ、しっかり滑れるし、ある程度ジャンプもできるし、そしてブーツもしっかりホールドしてくれるフォーバックルですし、まあ、レベルは中上級者、幅広い人に満足してもらえるかなと思います。あとメリットとしてはゲレンデでもそのまま使えるよという、そんなメリットもあります。次、トレーサーとキングピン、そしてシフトブーツ、まあ、この組み合わせについて話していきたいと思います。で、キングピンの特徴としては2ピースがピンで押さえるタイプになってて、ヒールがステップインのアルペンビンディングのように踏んで履ける、そんなタイプになってます。で、これのメリットとしては、まあ、歩けて滑れるっていうコンセプトなんですけど、より上りに特化しているということが特徴的です。まあ、2をピンで押さえていることによって、ここの重量が少なくなっている分、上りは当然軽くて楽になりますし、クライミングサポートも2段ついています。で、滑るときはヒールだけコバを抑えるので、まあ、しっかり結束されますし、通常のスキーのように滑っていただくことができます。で、通常の板のように滑っていただくことはできるんですけど、やはり2がピンで止まってますので、多少剛性感の弱さというのは感じると思います。なので、まあ、滑りはそこそこっていうか、まあ、全開滑走とまでいかないですけど、まあ、飛んだり回ったりもあんまりせずに、まあ、ターンを楽しむ、そして上りをやっぱ楽にしたい、そんな方におすすめのビンディングになってます。はい、はい、こちらのセットアップはトレーサーの 98mm というスキーにテックタイプのピンのビンディングがついてます。これアルマダだとトレーサーシリーズという名前で出てたり、サロモンさんだと MTN だったりするモデルになってます。この特徴としてはやっぱりもう最大限に軽いというところが特徴的であって、もうシンプルに2をピンで押さえてヒールもピンで押さえるという構造になってます。で、これのもう本当のメリットとしては、長距離のロングハイク、もう4時間登ったり5時間登ってピークハントしたり、まあそういう時にはもう絶対的に軽いことが大事なので、そんな方におすすめしてます。で、組み合わせの注意点というかポイントとしては、やはりつける板はセンター幅が 100mm 以下をおすすめします。理由としては、やはり剛性が弱いっていうのと、幅が広くなれば広くなるほどここにかかる力も強くなったり、ねじれも発生しやすいので、まあ、本当に歩くためにあるビンディングだと思って、滑りはもう変える手段、まあ、そんな感じで使っていただくと満足していただけるかなと思います。で、トレーサーの特徴としては、まあ、非常に軽量で、軽量だけどしっかり滑れる、まあ、バックカントリーに登って下りも楽しみたい、まあ、そんなやっぱ滑り重視の BC スキーヤーに乗ってもらいたい一台ですね。で、やっぱ歩きやすいようにセットバック でテールはツインチップじゃないけれど、ロッカーしてることでうまく逃がしてくれて、有効エッジ長く使いながら滑れます。で、ブーツの特徴としては、軽量でありながらもしっかりフォーバックルで足首を押さえて、そして角度も入るので、
滑りの性能がやはりすごい高いです。やっぱ僕らは歩いて登ってやっぱりスキーまで楽しみたいので、こういったある程度剛性が強いけれど軽量で、そして歩きやすい、一日入ってても疲れない、まあそんなブーツとしてシフトプロを選んで履いて山で楽しんでます。じゃあこちらのセットアップについて解説していきたいと思います。スキーはサミー・カールソンのシグネチャーモデルであるホワイトウォーカー、ビンディングは STH の16、そしてブーツはサロモンの SMAX レース130となってます。もうこのセッティングとしてはもう完全に滑りに振り切っちゃってます。もうリフト回しが前提で、もうガンガン攻めて、それで飛んだりもしても安心して滑れるようなセッティングです。で特徴としてはやはり板がそこそこ強いので、しっかり剛性感のある16までついて、そしてプレートも金属の STH を使って、なおかつやっぱりトータルバランスを高めるためにブーツは130のレース用のものを履いてます。まあ、そうすることによって全体がしっかり強くなるので、どっか一部が負けたりとか、そうするとやっぱ不安感につながるので、一体感出していけて、なおかつレスポンスも板もいいですし、ビンディングもいいし、ブーツもいいので、まあ、よりタイトなライン攻めたりだとか、あとはしっかりトリックしたりだとかできます。やっぱり滑りにはやっぱ滑り用のセッティングがあって、あえて縦バネのビンディング使ってますし、まあ、それでよりレスポンス高めたり、まあ、結束っていうかブーツとのその不安感、一体感出したり、まあ、そんなところを気にしてセットアップしてます。おすすめするスキーヤーとしては、もう基本的にはリフト回しで滑ってる方で、やっぱりしっかり滑り切りたい、板踏み切りたいっていう、まあそんな方にはぜひ乗ってもらいたい組み合わせになってます。